前半のあの時間帯での失点も良くないですし、まあ、僕たち後半追いついた中で追いついてからまたすぐあのセットプレーで失点してしまったのが、まあ、今の弱さも少し出てるのかなと思います。まあ、三笘選手がドリブルだったり、速い選手だったりというのは分かってたので、まあ、ボールを受けた時にいろんなアイデアがある選手だと思ったので、そこは警戒しながらやってましたね。クロスの本数を今は増やすっていうのを自分の中でやっているので、まあ、そこで、もっともっと、ね、いいクロスを上げて、点につながるようなクロスを増やしていかないといけないなと思います。3連敗は絶対許されることはないですし、まあ、2連敗も許されることはないと思うんですが、まあ、何が何でも勝って負け癖がつかないようにしっかり勝ちたいなと思います。